がいても無駄だ。危ない、放置するとこだったあがいても。いやー、削れ方が違う。そうなのか。最初はそれの半分も削れなかったよ。私らの所定はキャラグレード一つ上だったんですけどね。攻撃全振りの力か。さっき言ったように全て一撃だと思うから気をつけてね。おえよ、怖っ。その縁より導かれし走れよキャラキモト。我が前にヒレステイ、我が前にヒレステイ。その敏捷なる動き、王族の血筋か。私は王族の子だった。ないない、身に帰れ。うわうわ、早々に我が前から消え去り、おもし燃え盛れ。さや、早々に我が前から消え去り。サンダー、見切れ、見切れば何も怖くない。この力、めちゃくちゃ言わないでよ。恐ろしい魔道を歩んできた。その敏捷なる動き、聞く、まさか王族の血筋か。ファイヤー、我は暗黒の力に使えし者。なんか楽しそうだな。行かずし、本当に力を手に入れたんですからね。はしゃいでるんだろ。まあ、よかったな。聞く、さては勇者ではない。白霊の巫女さんです。やはり伝説の勇者。どっちだよ。さて、燃えよ。はや、ファイヤー。隙がなかなかつけなくなってきた。また後半下るやつですか。使えない、弱すぎる。ウェイファー、ウェイファー、ウェイファーってなんだよ。なんかダメなんだし、そんなこと言ってる場合じゃないのよ。まずは、ちっちょい、こいつ狙ってるわよ絶対。タイミング良すぎたな。豪徳ではよくあることだから。ならよかった。天より導かれし、往来の子。貴様、その力、もし、あがいても無駄だ。ファイヤー、行くぞ。さて、何、燃えよ。いかん、立て直さねば。サンダー、それやられる時のセリフです。違う、その無駄な動き、種族はゴブリン。誰がゴブリンエリート部隊でこの野郎。守備力たったの1500か。どこが。うぜぇ、はぁ、燃え盛れ。面白い。当たるの、いまいち判定わかんないよねそれ。少なくとも軌道は決まってますけど。聞くせよ、こんなところで。その瀬戸際のご判断、賢明かと存じます。それでは、この空間は何？知らなくていい。お前は何も知らなくていいんだ。ただいまんぼう。あ、なんかこれすごく卑怯な気がする。情けをかければこちらが死ぬぞ。まあまあ。目障りだ。いやんこっちゃない。バカでしょ。目障りだ。うるせえ。愛くるしい瀬戸際、確かに拝見させていただきました。あんたよく見るとムカつくわね。舐めてんの？あ、フォアマが。おーい、気をしっかり保て。無気に、許さぬ。その首切り落としてくれるわ。もう落とされてますけどね。しょらく。と存じます。一刀両断。目障りだ。早々に我が前から消え去り。意外、意味わかんない動きしてんじゃないわよ。その力、そなたはもし生命剣。霊夢ファイアーインザホール。
大し新しくしてないや。赤き魂、そのきらめき、まさに勇者の印。喜んで貴君のたもとに下る。クローリーを倒すときに手に入るトロフィーの名前がね、うむ、夢の終わり、って言うんだよ。なんか、寂しいわね。人生なんて夢や幻みたいなもんなのかもしれんな。おめでとうございます。大スタンプ3獲得記念に、お写真を1枚お取り入れします。ガーゴイルハベラス瀬戸さんマジパネッス。ほんとだ。ここまで来れば、もう間もなくだな。あら、写真飾ってあったのね。知らなかった。お前もかよ。待ってて、がめり込んでる。おばら。なんかとんでもない場所に来ちゃったわねー。ようこそ、軍艦山荘へ。この回は現状最後の層です。敵の装備もしょっぱなからえげつないよ。とにかくてっぺんはもうすぐなのよね。そうです。うーむ、気合い入れていきましょう。おー、ここはビル街なのかしら。そうです、雲の上にそびえてます。え、じゃあ起きたら、そう、ぐ、し、わーお。ちなみにここいらはボーンちゃんの飛び降り自殺が多いですね。人生に疲れたか。かわいそうなボーンちゃん。いやー、この見慣れた光景を霊夢が歩いてるとは。感慨深いものがありますねー。とりあえず今回はここまで。新たなるキャラ作るんだよ。あー、そっか。はい、なんかグレード5らしいです。いいんやね、4作っても途中でどうせ帰る予定だったしさ。資金アイテム節約ってやつっす。スキルは、球子バンパイアそのままで。ヘビータンク、プロジムナスト、マラソンマンを入れてます。かなり強化されてるはずだよ。まあ HP なんか10倍以上だしな。こんな強くていいのかしら。私ね、まともな防具意識一つしか作ってないのよ。後半辛くなるかもわからないですので。ふーん。何でも好きなの取ってってくだちぃ。わーい。これが意識ってやつ？そうです。それ以外は広いものです。ふーん。あり合わせの武器を装備したわ。買う金ないんだもん。現状でも村正は異常に強いっす。ロケット使わんのか？ロケット。無駄がね以外の何物でもないよ。最終強化までしたいんですが、スピリチウム集めがしんどい。まあしょうがないね。こっちに乗るの久しぶりだな。おばら。初めて使うわね。見た目以上にリーチ短いから。本体と体が触れ合う距離で使ってください。短すぎだろ。そういう武器なんだよ。いいわね。全然疲れない。うむ、よかったね。さて、新たなる場所での解体ショーの始まりよ。楽しみだな。頑張ってくださいまし。ファイト。